はいどうも、アルティメット工房のサミです。この動画ではキング&プリンス岸優太くん、平野翔くん、神宮寺優太くんの出演情報をお伝えいたします。早速7月17日月曜日、キング&プリンス岸優太くん、平野翔くん、神宮寺優太くんの出演情報はありません。雑誌の掲載情報、ラジオの出演情報もありません。少し皆さんお休み期間という感じでしょうかね。ということで今日はお話をしていきたいと思うんですが、このアルティメット工房の動画を見てくださっているティアラさんとお会いする機会がありました。もうすでに何回かお会いしている方なんですけれども、その時の動画もね、載せられたらなと思っています。最近実写の動画を全然上げていなかったので、はい、そんな告知です。これから編集しようと思っています。さあ、そしてこちらの画像を見てもらおうかな。音楽の日のキング&プリンスのお二人なんですけれども、このジャケットの色に注目していただきたいんですが、こちらです。じゃん。はい、お気づきになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。この平野くんのジャケット、そして神宮寺くんのジャケットの色と被せていますね。同じものではないのかな。同じジャケットであるかもしれないですね。ちょっとここのあのバッジがないだけで。そうですね、ポケットの位置とちょっとボタンが映ってないのであれですが、まあこう見比べるとね、これは匂わせでしょっていう方が多いんですけれども、皆さんはどのように思いますでしょうか。まあ私としましては、最終的に5人が一緒にまた活動を始めてくれたらなっていう思いがあって、別にそれがどの場所で活動するとかは全くこだわりはないんですけど、ジャニーズ事務所じゃなきゃいけないとも思わないし、 2B じゃなきゃいけないとも思わないし、もう私としてはどこでもいいんですけど、5人でいる時のみんなって楽しそうだったじゃん。それがまた見れたらいいなって思ってますね。 2B ファミリーというものがトレンドに入っていまして、深夜の滝沢さんの配信でファンとしてのマナーのお話がありました。私これは見れていなかったんですけど、ちょっと見てみると、優しい気持ちで人を思いやれること、一緒に歯を食いしばれること、人を傷つけないこと、人を守ってあげること、人を思いやれること、たまにはわがままを言うこと、年2回、自分の誕生日、自分の大切な方の特別な日、発言する責任を持つこと、という内容があったようです。他のツイートも見てみましょう。スクショ拡散は OK、 アイコンヘッダーの使用も OK、 スクショ加工も OK、 愛を持ってやりましょう、ファンとしてモラルを持って発信しましょう、ということで結構寛容な感じなんですよね。有料だったりファンクラブのものはスクショ切り抜きは NG です。もちろんその有料ファンクラブのものはアイコンヘッダーは NG です。こちらはジャニーズ事務所は関係なく、 2B の中でいいよ、これはダメだよって言われているものですね。はい、ということで出演情報はなかったんですけれども、少しお話をさせていただきました。それではまた明日動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。